韓国に唯一残る日本式人、東国寺東国寺は、韓国全羅北道群山市にある、総慶州の寺院。敗戦以前は、日本の総統州に属しており、登録文化財に登録され機能している、唯一の非式陣である。本堂は、2003年7月15日に、登録文化財第64号に登録されている。また、 現在の東国寺の本尊、釈迦山尊仏像は文録、慶長の役の時期の作品で、全羅北道有形文化財、第213号に指定されている。増加を続ける見学者及び参拝者に対応し、2017年3月、千仏殿と喫茶、土産店、タオンが境内に竣工。さらに、東国寺駐車場に、東国寺宝物殿を建設中。また、 東国寺向かいの友へ駐車場3階に、東国寺近代歴史資料館の建設が決定。2012年5月23日、青森県、総統州、運んさちの一戸へ昇住職が、地辱の36年、日程強制占領期の歴史物展示会に、資料150点余りを寄贈した。2012年9月16日、一個住職は、 東国寺を支援する会代表として、海外不況という美名のもとに日程が、星間いまま業したの欲に迎合し、数多くのアジア人たちの人権侵害と文化別紙日本文化の教養、尊厳の既存などは、仏教的教義に外れた実に恥ずかしい行為で、これを真心に謝罪して懺悔する。特に秋なり皇后診察の暴挙。 総始解名で国家と民族を抹殺してしまったが、総当州はその先兵であった。民衆に対する専務工作を担当して、自ら進んで、諜報活動を行う僧侶さえいた。仏法を世俗法に隷属させて、他民族の尊厳性と正体性を侵奪する、過ちを犯したのだ。私たちは誓う。二度と過ちを犯しはしないと刻まれた、残者踏み比を混流した。 しかし、日本総統州は、残者不みを内外に表明したにもかかわらず、同年、この憲否を不当として、東国寺を支援する会に撤去を求めている。著作権法をその根拠としているが、残者不み費は、すでに東国寺に寄贈され、東国寺の寺院財産となっている以上、意味をなさない。一戸将昭が所属する包括宗教法人、総統州は、 著作権者に無許可で省略で告示した当時の残者踏み費を同文書の本来の目的と趣旨を逸脱した流用として公認していないその後一個と総統集との協議や和解は行われていない2013年7月25日前期の一個住職の協力で東国寺に搬入された相林年藩合図は16世紀の朝鮮仏画の可能性が高く それが証明されれば、韓国に存在する最古の横型ネハンズとなる。東国寺が所在する軍山市は、大日本帝国統治時代の日本家屋が170個、残存している。文島新軍山市長の方針である、植民地時代を検証し記録する作業は、韓国国民に評価され、 群山近代歴史博物館は2011年開館以来3年間で43万6千人の来館を記録した。東国寺は中でも当時を記録する寺院として日韓双方からの見学者が絶えない。また、東国寺は日程痕跡を文化空間とする市の方針により近代文化と市造成事業を通じて全国的な注目を浴びる。 中核的な役割を果たし、軍山氏は、年間100万人もの観光客を呼び込むようになった。解放70年を機に、2015年8月12日、東国寺境内に、韓国内11番画目の慰安婦像も混流された。東国寺を支援する会は、慰安婦像建設に100万円寄付したが、韓国内外の造建設に、日本人が協力した第1号とされる。 ありがとうございます。